ベガスプロでは通常ファイルメニューのレンダリングを選んで最終的なフォーマットにレンダリングしますすなわちプロジェクトで HDV 素材を扱っているとしても HDV でレンダーする必要はありませんもちろんそれも可能ですまた必要があればプロジェクトを HDV テープに書き戻すこともできますカメラかデッキが iLink で接続されていることを確認して空のテープを入れツールメニューからビデオを HDV テープに出力を選びます テープへの HDV 出力ウィンドウのデバイスドロップダウンリストから使用している機材を選択して次へをクリックします形式ファイルの選択ウィンドウで最適な設定を選んでくださいこのようにレンダリング形式のオプションが選択されているときは現在のプロジェクトがそのままテープに書き出されますしかしすでにレンダーした HDV ファイルをテープに書き戻したい場合は既存のファイルを使用ボタンをクリックしてそのファイルを選んでくださいそして Next をクリックします もしベガスプロが再生停止や録画をコントロール可能なデバイスコントロールをサポートしている機材を使っている場合は、録画のクラッシュボタンを選択してください。デバイスコントロールをサポートしていない機材の場合は、手動ボタンを選択します。フィニッシュをクリックしてください。現在のプロジェクトを書き出す設定の場合は、プロジェクトのレンダリングが始まります。ベガスプロで HDV を扱う上での利点の一つとして、もともとの HDV ファイルと同じものをプロジェクトでレンダリングしている場合、再圧縮が必要ないということが挙げられます。 言い換えるならプロジェクト内で変更されていない HDV パートを同じフォーマットでレンダリングする場合ベ e g a s p r o は単純にその情報を転送するだけなのですベ e g a s p r o が HDV プロジェクトを書き出しこれで HDV のアーカイブができましたここまではテープをベースにした HDV のワークフローを紹介しましたが次は v e g a s p r o で素材をコンピューターにさらに早く簡単に転送できる2つのデバイスを紹介します HDV カメラだけでなく、MEGASPRO ともシームレスに連携する HVRDR60 ハードディスクレコーダーと HVRMRC1K コンパクトフラッシュメモリーレコーディングユニットの2つのテープレスデバイスがソニーで販売されています。これらのデバイスを使うと、テープを通さず DR60 の場合はハードディスクに、MRC1K の場合はコンパクトフラッシュに直接記録できます。 ファイル転送時間が早いのでテープでは実時間と同じだけかかっていた取り込み作業が大幅に節約できるようになります HVRZ7 や HVRS270 などいくつかのソニーの HDV カメラには MRCHK が付属していますこれらのカメラや HVRV5 シリーズはケーブルレスで直接 MRCHK を接続できます このユニットは別売りもされているので古いタイプの HDV カメラや DV カメラにも付属のクレードルを使ってマウントでき iLink ケーブルでカメラとつなぐこともできます今手に入る一番大きな容量のフラッシュメモリーで70分くらいのビデオを記録できます DR60 は MRC1K とほぼ同じサイズでカメラに直接マウントでき iLink ケーブルでカメラと接続します DR60 ハードディスクレコーディングユニットは 60GB のファイルを保存でき、時間にするとおよそ4時間30分ほどのビデオを記録できます。これら2つのユニット両方ともテープとコンパクトフラッシュかハードディスクに同時に記録できます。これによりすぐにアクセスできるファイルとテープアーカイブの両方を一度に作ることができます。いずれかのユニットを使って素材を撮影してしまえばベガスプロで簡単に作業ができます。 しかしながらこれらのユニットから素材を転送する手順は先ほどのテープの場合とは違うのでその方法を見てみましょうここに DR60 があるのでこれを使ったワークフローを説明します MRC1K のワークフローもほとんど同じですまずユニットの電源を切り iLink ケーブルでコンピューターと接続します MRC1K を使っている場合はフラッシュメモリーをユニットから抜きコンピューターのカードリーダーへ直接挿します この方が iLink で接続するより転送速度が速いでしょう iLink で接続していると仮定してユニットの電源をオンにしますもし新しいハードウェアが検出されましたというような表示が出てもキャンセルしてくださいドライバーなどをインストールする必要はありませんまた新しいデバイスの操作画面が出てもキャンセルしてください Vegas Pro でファイルインポートメニューからハードディスクロックが録音ユニットを選びます m r c 1 k の場合はファイルインポートメニューからメモリー録画録音ユニットを選びますハードディスクまたはメモリーユニットからのインポートウィンドウが開きますソースドロップダウンリストからユニットを選択しますデスティネーションドロップダウンリストから素材の転送先となるコンピューターのフォルダを決めてください OK をククリックします。HDV の撮影では DR60 は素材が 2GB に達した時にそのファイルを自動で分割しますこの転送処理の時に VegasPro はその分割されたファイルを1つのファイルとして再構築しますこれにより長時間撮影した素材でも小さく分割されずに1つのファイルとして転送されます

Thanks for watching. Check out more of this series for valuable techniques.